クーリュール・デ・ボア・アーサー・ヘミング作、クーリュール・デ・ボアは、森林をかけるものという意味で、かつて毛皮交易のために、ヌーベル・フランスや、北アメリカ内陸部を旅して回った、独立自衛的な、フランス系カナダ人のことである。多くの森林を探検し、ヨーロッパからの輸入品と、インディアンが作る毛皮特に、ビーバーのペルトとを交換して、行く先々で、 公益の仕方やその地に暮らすインディアンの習慣を覚えた。漢字木カバ材のカヌーヌーベルフランス初期においては、アルゴンキン所属との関係は大事なものであった。フランス人たちは、地元の生活に欠かせないカバ材のカヌーやトボガン、漢字木を作る方法や、トウモロコシや、砂糖カエデの育て方などをインディアンから学んだ。食肉も、当初はインディアンたちに依存していた。 クーリュール・デボアは、そもそもは、この、ヨーロッパ人とインディアンの中介役だった。サミュエル・ド・シャンプランは、若者をインディアンと共に生活させて、言葉や、生活様式を学ばせた。ヒューロン族と生活した、エティエンヌ・ヌブリュレは、その代表的存在である。この時代、ケガワ易での先住民は、他の植民地の原住民のように、搾取される存在ではなく、 白人交易者とインディアン女性との婚姻も認められていた。しかし、後にヒューロン族はヨーロッパからもたらされた天然痘や酒によって生活が破壊され、さらにキリスト教の受け入れによる内部分裂、また交易をめぐっての色恋連邦との対立によって弱体化し、クーリュール・デ・ボアが毛皮の採取を請け負うようになっていく。クーリュール・デ・ボアは 北アメリカのあちこちを旅してはいたものの、不老者ではなく、毛皮公易に従事する事業者だった。彼らは、出身階層を問わず、大自然の誘惑に屈服した者たちで、オザクミノリア独立自営農民の大屈な仕事から逃れる、手段としての冒険に誇りを持っていた。17世紀の終わり頃までには、ヌーベルフランスでは、クール・ールデボアはかなり人数が多くなっており、 1680年、アンタンナンであるデュシュノーが、ヌーベルフランスで、すべての家族の息子、兄弟、おじ、または、老いは、クーリュール・デ・ボアであると推定している。クーリュール・デ・ボアをいざなったのは、ただ冒険ができるという仕事であることや、あてもなく自由にうろつき回れることだけではなかった。厳しい宗教的義務を課す教会から、逃れたいという欲望も彼らを駆り立てた。 その後、ケベックは、独占的な毛皮交易を行ったが、彼らはそれを無視して、自らの力で仕事を仕切った。1750年当時の北アメリカ。青い部分が、フランス領、ピンクが、イギリス領。クーリュール・デボアは、多くの技を持った、冒険家であった。彼らはビジネスマンでもあり、熟練したカヌーの小切手でもあった。彼らの仕事には、漁業。 漢字機作り、そして狩猟を含む一連のものが含まれており、インディアンたちに混じって行動する。クーリュールデボアは、インディアンの一員のごとく、振る舞おうと努めた。そしてすぐに、森林での生活に必要な、様々な技に引い出るようになった。それは、インディアンと比べても遜色がなかった。毛皮攻撃をするにあたって、インディアンは欠かせない存在だった。それというのも、 インディアンたちは、北アメリカのフランス領、イングランド領、後にはアメリカから毛皮を持ってきて、フランスの交易所で取引し、クーリュールデボアに、交易のノウハウを与え、友情を育んだからである。例えば、ラディソンと仲間たちは、内陸に住むインディアンたちと、ヨーロッパからの品物と引き換えに合意協定を結んだ。一方で、インディアンたちは、毛皮と引き換えに、 ヨーロッパからの品物を受け取るときは、ラディソンたちを神のごとく崇拝した。というのも、こういった品物がインディアンたちに渡されるとき、クーリュール・デ・ボアたちは、堂々と気前よく振る舞ったからだった。クーリュール・デ・ボアとインディアンたちの友情は、人種間結婚を生み出した。滝のある場所を通過するボア・ヤジュールのカヌーフランセス、アン・ホプキンス作、クーリュール・デ・ボアの時代は、 不法とされていた交易を行う者同士の結束が最も固い時代でもあった。毛川交易の初期には、交易とは一般に使われるルートを避けて大自然の奥深くに入り込んで交易することを意味していた。後に17世紀末から18世紀初頭になると、交易はフランス当局の許可が必要になったが、許可を得ずに取引することもあった。 17世紀の間中、毛皮は、ヌーベルフランスにとって大変金になるもので、公益者たちの競合は熾烈であり、多くの入植者たちが、モントリオールから、ペダンノーの入植地から、敵対関係にある、色恋連邦の領域を通す危険を犯して、西や北へと向かい、インディアンの穴漁師と取引をした。こういった、クーリュール・デ・ボアは、モントリオール当局や管理たちからは、 好意的に見られてはいなかった。1680年には600人以上にも上った、クーリュール・デ・ボアたちだが当局では、入植者が発展しつつあった、農業地帯を捨てて、毛川交易で人儲けすることに難色を示したので、ある。また、主食にふけるなどの倫理上の問題もあった。フランス当局は、規律が乱れがちな自衛公益者による、毛川交易よりも、 インディアンとの直接の取引を優先した。クーリュール・デ・ボアによる無秩序な交易と彼らが短期間で見入りを増やすのを抑え込むため、ヌーベル・フランスの総督府は1654年に許可制を採用した。許可のないものは交易ができなくなったが、この制限はしばしば無視された。多くのクーリュール・デ・ボアがインディアンの助けを得て自分の仕事をと組んで続けるために、 違法行為に走るようになったのである。この両者の結合は、ボアヤジュールを生み出した。ボアヤジュールは、許可を持った商人の年期方公人で、クーリュール・デ・ボアは、徐々に、ボアヤジュールにとって変わられるようになった。1861年での国王布告では、植民地に戻ったクーリュールは、恩赦の対象となった。しかし、クーリュール・デ・ボアは、許可には無関心で、公益許可証は、 植民地の住民に売り飛ばされ、その利益を得たのは、総督と司法長官だった。また、フレンチ・インディアン戦争後に、イギリス領となったケベックには、イギリスや、当時は、イギリス植民地だったアメリカからも毛皮商人が、訪れるようになった。彼らは、資本こそ小さいものの、経験豊かで、市場に通じており、五代湖の西へと足を伸ばして、ボア・ヤジュールを雇った。 彼らのカヌーを漕ぐ技術は、長距離の交易に不可欠だった認可を得た商人の、下での労働者であるボワヤジュールは、事実上、毛川交易でクーリュール・デ・ボワにとって変わる存在となったが、完全にクーリュール・デ・ボワが排除されることはなかった。ボワヤジュールが活躍した時期は、毛川交易に、非認可という、新しい意味が付け加えられた時代でもあった。 初期の交易は危険極まりないものであり、クーリュール・デボアは地図のない土地にも出かけて取引をしたため、行く先々で死亡する者も,も数多かった。彼らは春、通常5月に川や湖の氷が溶けると同時にカヌーに物資やインディアンに与える品物を積み込んで出発した。彼らが取るルートは数種類しかなかった。モントリオールから ビーバーのたくさんいる土地へ直接行けるルートもあった。そのうちの一つが、オタワ川とマッタワ川を経由するものであったが、陸上の連水経路を通らなければならないという欠点があった。しかし、全体的には、色イ連邦やイングランドの攻撃からはほどほどに安全なルートであった。他のルートは、道りまきなくあるいはグリーンベイまで、 セントローレンス川と湖を経由していくもので、カタラキナヤガラ、そして、デトロイトを通った。これは、ナヤガラの滝周辺での遠回りを除いては、すべて水上を行くものであったが、すべてを通り抜ける上で何があった。距離が長いため、色濃い連邦の妨害にもたびたびあった。セントローレンス川での航行も、その当時は危険だった。 まだ部位や標識等がない頃で、どこに浅瀬があるのかがはっきりせず、イングランドとの絶え間ない戦争の間は、海で逮捕される危険もかなりあった。一般的に航行は1月ほど続き、クーリュール・デボアは時に、半日ほどカバ川のカヌーカ、または、平底船を漕いだ。一部のクーリュール・デボアは、自分の住まいから2000キロほど、あるいはもっと航行することもあった。 5月から8月は大部分の交易者は入植地を離れていた。この高校のためにカヌーを荷造りするのは骨の折れる作業であったクーリュールでボアの生活と交易には30以上の物品が必要であると考えられていたからである。彼らは食物や狩猟の獲物、魚をインディアンと物々交換したが他にもラシャ生地や麻や毛布、弾薬、 金属製品、鉄砲、そして時には衣類すらも、交易品として、カヌーの空間の大部分を埋め尽くした。航行中の食物は、目方が軽く、実用的で、腐敗しにくいものだった。バッファロー肉から作るペミカンは、インディアンの食物だが、クーリュールでボアの関心をも引いた、交易生活の条件を満たす食物だった。このペミカンは、 生皮の入れ物に保存されており、長い旅の間にも底をつくことはなかった。インディアン居住地へのラディソンの到着、チャールズ・ウィリアム・ジェフリーズ作フランス人探検家で、カナダの毛皮交易者。フランスのシャルリス・ウル・マルヌに1618年7月に生まれたが、若い頃のことはほとんど知られていない。1640年代の初めに、ケベックに移住し、 ヒューロン族の居住地の近くでイエズス会の布教を始めた。そこでクーリュール・デボアの生活技術を学び、1653年に2度目の妻、マルゲリットを迎えた。マルゲリットの兄弟であるピエール・イコール・エスプリラディソンも毛皮交易では有名な人物であり、デグロセリエと並んで語られる。二人は公易ルートを探るため西部の未開の地を探検したが、 ヌーベルフランス当局からで違法行為であるとされ、1683年、二人はフランスへに渡りこの件を正そうとした。この企みが失敗に終わると、二人はイングランドに寝返り、ハドソン湾会社の設立に貢献した。ハドソン湾周辺の多大な知識と経験があったため、多大な評価を受けた。フランス系カナダ人の毛皮公易者であり、探検家。 ラディソンの人生はギリの兄弟であるメガールデグロセリエにより大きく変化させられた。ラディソンのフランスでの若い頃のことはほとんど知られていない。1636年にアビニョンに生まれ、1651年にヌーベルフランスに渡ってトロワリビエールに住んだ。その同じ年、彼の人生に劇的な変化が訪れた。カノガリをしていても、 ホーク族に捕らえられた時、一緒にいた仲間二人は、インディアンとのやり取りの最中に殺されたが、ラディソンは助けられ、彼らの集落に受け入れられた。1659年に、スペリオル湖畔に、ビーバーがたくさん住んでいることを、クリー族から聞き、義兄弟のグロセリエとヌーベルフランス総督や本国に、進言したが無視され、グロセリエは、 不法に交易を行ったとして投獄された。これに怒った二人は、イングランドへの内通を決める。ヌーベル・フランスは、1671年になって、このことに気づいたが、その時にはすでに、ハドソン湾会社が存在していた。フランス人のクーリュール・デボアで、グリーンベイを探検したことで有名。1590年代末に、ノルマンディに生まれ、 1618年に、ヌーベルフランスに移住した。同じ年、サミュエル・ド・シャンプランに見出され、ネーション・オブ・ジアイズルと呼ばれたアルゴンキン所属と共に、暮らすようになり、彼らの言葉を学んで、後に通訳として活躍した。インディアンたちはすぐに、ニコレを仲間として受け入れ、彼が会議や協定調印に同席することさえも認めた。1620年、ニコレは、 成長著しい毛皮交易で、西ピング族と接触するという重要任務を任された。このことで、ニコレは大きな評価を得、1633年には、コンパニーでサンアソシへの仕事に従事した。9兆7808億209万4285。ありがとうございます。